ニュースをお伝えします。25日、偉大なキム・イルソン主席の平壌五輪五冠の現地指導30周年記念の集いが行われました。キム・ミョンゴン委員長をはじめ、朝鮮テコンドー委員会の職員と平壌五輪五冠の従業員が参加しました。平壌五輪五冠新珠雄館長が記念演説をしました。新珠雄館長は1983年、1994年2月25日、平壌ボーリング館を訪れたキム・イルソン主席は、ボールの重さも測り、愛好家のプレーも見て、これからボーリング館の運営と設備管理を着実にするようにとおっしゃった。偉大な金正日国防委員長は、1990年1月24日、平壌ボーリング館の建設を発案し、敷地まで見立てただけでなく、完成予想案も見て、建設の全過程を細かく指導した。敬愛する金正恩総書記は、多忙な中でも2014年3月5日、平壌ボーリング館の従業員が送った手紙を見て、管理運営の改善における諸問題を明らかにした。平壌ボーリング館の開館から今まで、延べ460万人の勤労者と青少年が楽しい恋の人たちを送り、15万人の海外朝鮮人と外国人に対するサービス活動を行ったと述べました。人民経済の各部門で成果が収められています。キム・チェコ製鉄連合企業所の労働者が国内の技術と原料による製鉄工程にマスターするよう働きかける一方、現実に合う合理的な作業方法を積極的に考案し取り入れて生産を活性化しています。新義州カバン工場の従業員は知恵と力を出し合って新たなデザインを創作するとともに、裁判の実習率と設備の稼働率を高めるなど、生徒と子どもの好みと趣味、美観に合ういろいろな形のカバンを生産しています。チョンジン学生用制服工場では自らの技術事業を固め、生産者大衆に働きかけてクオリティアップを図っています。24日、平壌第一百貨店で平壌市一般消費財展示会が開かれました。展示会には市内の200余りの一般消費財の工場から出品された1600種余りのいろいろな製品が展示されました。2024年全国冬季スポーツ競技大会が閉幕しました。今大会でテソンサンスポーツ団の女子選手たちがスピードスケート、ショートトラックの2種目で共和国記録をマークしました。閉幕式が26日、サムジアン市のペクトーサン地区スポーツ村のアイスホッケー競技館で行われました。スポーツ部門の関係者と選手、サムジアン市内の勤労者が参加しました。大会で共和国記録をマークした選手たちに新記録メダルが、好成績を取った団体と選手たちにトロフィーとメダルが授けられました。キム・ヨンゴン副体育相が閉幕の辞を述べました。社会主義愛国青年同盟主要委員会のムンチュル委員長を率いる朝鮮青年代表団が、ロシアのソチで行われる世界青年フェスティバルに参加するため26日平壌を立ちました。平壌国際空港で社会主義愛国青年同盟主要委員会ペクンチョル副委員長とアレクサンドル・マチェコラ中朝ロシア連邦特命全権大使が代表団を見送りました。朝鮮職業総同盟中央委員会パク・インチョル委員長率いる朝鮮職業総同盟代表団がブラジルのサンパウロ市で行われる世界労連委員長理事会定期会議に参加するため26日立ちました。傀儡勧告で外部勢力と送るになって戦争熱に取り憑かれた戦争狂で、民衆を弾圧するファッチョ独裁者である傀儡ユン・ソクヨルを必ず弾劾訴追しようとの各界の大衆挙げての闘争が日増しに拡大しています。24日ソウルで傀儡ユン・ソクヨルの弾劾を求める第78回チャンドル大行進が広く展開されました。戦争狂ユン・ソクヨルを弾劾しようというテーマで開かれた集会で、各階層は最悪の政権危機を免れようと民衆を弾圧し戦争を起こそうとする
傀儡ユンソクヨルへの怒りを爆発させ、必ず2024年にユンソクヨル弾劾の春を迎えるだろうと宣言しました。ついで集会の参加者はデモ行進を展開しました。一方、傀儡韓国の労働者、大学生など各階層の間で共同連帯を結んで、傀儡ユンソクヨルを裁くための戦いが激しさを増しています。23日、全国民主労働組合総連盟はソウルで2024年闘争宣言集会を開き、今年労働者が先頭に立ってユンソクヨル対人闘争の突破口を開くことを宣言しました。傀儡韓国の大学生進歩連合の主催で23日、ソウルをはじめ各地で戦争に反対する集中実戦闘争を宣言する記者会見が一斉に開かれました。ソウルのアメリカ大使館内で行われた記者会見で発言した人たちは、ユンソクヨルがアメリカとの軍事訓練を歴代最大規模で強行して戦争危機を増大させていると非難しました。そして記者会見文を通じて、戦争危機の手腕であるアメリカとユンソクヨル一味の戦争の企みを破綻させるための戦いを力強く繰り広げる意思を示しました。テグとクァンジュ、釜山などで行われた記者会見でも、参加者は戦争危機を一掃するための反戦、反ユンソクヨル闘争を一層力強く展開すると強調しました。傀儡韓国のマスコミは各界の闘争を伝えて、これは戦争演習者腕と殺人的な暴政で民衆の生活を危うくする戦争狂、ファッシュ独裁者であるユンソクヨルの民意の呪いと憤激の現れだ。大衆役の闘争ムードがエスカレートして、反戦、反ユンソクヨル闘争が引き続き展開されるだろうと明らかにしました。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当は菅孫飛、新ヨンイルでした。こちらは朝鮮の声放送です。新設された総合知識普及室、今年の疑問であるルナスさんには、マンギョンで少年団センターがあります。60数年前に設立されたマンギョンデ少年団キャンプ場は総合的な課外教育施設です。キャンプ場には海洋知識普及室と登山知識普及室、そして自然の世界が見せる各種の動物学製品と魚の標本、各分野の幅広い知識を与える総合知識普及室もあります。705年、2016年6月3日、敬愛するキム・ジョンウン総書記は新築されたマンギョンデ少年団キャンプ場を訪れました。この日、キム・ジョンウン総書記はキャンプ場の各地を見て、増改築と運営準備の実態について具体的に見聞きした後、登山知識普及室に向かいました。マンギョンデ少年団キャンプ場のテイ・グアンス課長の話です。그때당시우아영생은등산지식보급실과해양지식보급실キャンプ場には登山知識普及室と海洋知識普及室がありました。登山知識普及室を見た総書記は、今どのキャンプ場へ行ってみても登山知識普及室と海洋知識普及室の2つに分けて教えているが、知識という範疇はとても大きい。登山知識と海洋知識はもちろん、多面的で包括的な知識を教えるのが良いだろうと言いました。この言葉には、次の世代を将来の大黒柱に立派に育てようとの金正恩総書記の深い愛情が秘められていました。こうしてマンギョンデ少年団キャンプ場には総合知識普及室が新設されました。新設された総合知識普及室、高台氏とお話ししました。作品尋ねる担当
区軍事担当市の国際総合診療所の担当医は、そこの住民にとても親しまれています。診療所の担当医が受け持っている車体室は決して少なくありません。大勢の住民の健康状態を詳しく把握するには時間がかかり手間がいります。ここの担当医は受け持った住民も漏れなく検診して住民の健康状態をよく把握しています。検診の過程に慢性病の患者として登録された住民は定期的に集中治療を受けるようにしています。そして重病の患者は病院に送ったり忙しさのために必要ケアも施したりしています。いつできたか、担当医のチェヘジュンさんは検診に行ったとき重病で意識を失った人を見ました。年寄りで体質も弱いので命が危ぶまれていました。生産はすぐ応急手当をし、健康が回復するまで数日間付きっきりで治療しました。また全体した後にはお見舞い薬とご馳走も用意しておくれます。このようなことは担当医の中ではよく見られることです。生産のお話です。私たち担当医には住民の健康を国に対し責任を取っているという責任感とともに、その健康を守っているという誇りがあります。プライドがあるから住民を訪ねているわけです。担当医のおかげで健康を取り戻した人は少なくありません。それで住民はいつも担当医を先に訪ねています。社会主義保険医療制度の耳にはこのように熱い人間愛と真心の持ち主である医者たちによって住民の誰にもくまなく行き届いています。先に訪ねる担当医、交代してお話ししました。